どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え本日も高値と安値の差が503円と、まあ、日中の動きがね、そこそこ激しい日が続いています。まあ、しかし日本以外ではじりじり上値が抑えられてきているのも確かえ。今日はね、ドイツ、中国あたりもチェックしながら、まあね、各国の状況を見ていきたいと思っています。そして今日初出しのチャートもあった たりするので、まあね。これから今週日本のね。日経平均どうなりそうか。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速6月22日日経2。25オプション考察始めていきましょう。 はい。それでは、6月21日の相場外況からです。日経平均33,575円、186円高でプラス0.56%、トピックス2,295.01、プラス11.16で、プラスの0.49%、マザーズ864.77、プラス6.43で、プラスの0.75%となっています。え次に、売買代金です。引き続きね、多いですね。プライムが3兆8,945億円 とととといいうことでこでれ昨日とほんとんど変わっていませんスタンダードが1384億円そしてグロースは3282億円とこちらもですね通常の倍近い出来高ができているという状況になっていますえ次に恐怖指数ですがアメリカのビックスは、えっと、13.73ということでまた14割れてきてるんですが昨日が14.51ですからまた今日ね大きく下がってきているという状況になっていますあ日付これ間違えてますね21日の 19時40分現在ですそして日経平均 VI が20.23ということでこちらは今日株高なんですけれどもボラティリティがわずかに上がったとまたちょっとね上の方に動きが出てきているのでまたねこう株価が上昇するのにボラティリティが上がるというね動きに戻ってきている可能性があるなという気がしていますはい今日はまたサンワード貿易さんで、えー、させていただくですね 新しい2回目のセミナーのご紹介になります。ミニオプションを使ったカバードコール実践講座ということで、まあね、あのー、 タイアップ動画として、以前5月の29日に動画を出してるんですが、そこから2ヶ月経って、さらに内容をね、深めて、また、カバードコールだけじゃなくて、カバードプットにまで踏み込んで、少しね、はい、時間も動画よりも長く1時間ありますから、さらにこう詳しい内容と最新情報を加えた形でセミナーさせていただこうと思っています。えっと、7月の29日土曜日ですね、13時からとなっております。で、えっと、ズームでのオンラインセミナー セミナーなのでまあね。あのどこからでもご参加いただけます。そしてえっと当日来れないよ。という方もえっと後からね。アーカイブ配信2週間か3週間ぐらいは見れるようになってますので、まあ、とりあえず申し込みさえしておけばいつでもね。ご都合のいい時にえっとチェックできます。そしてえっと参加いただくとですね。ここで使った資料 pdf にしてえ、全部ね。余すところなく、えっと皆さんに配布させていただく予定です。ですので、後から復習する時もですね。 あの手元にね、資料を見ながらアーカイブの動画を見ることができるということで、これすべて無料ですから、なかなかね、はい、お得なセミナーになってるんじゃないかなと思います。当日参加できるかどうかわかんないなという方も、忘れないうちにね、とりあえずポチッと申し込みだけしておいていただけると嬉しいです。この動画の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひね、チェックしてみてください。 はい。それでは早速チャートの方を見ていきたいと思います。え、今日も日経平均冷やしからですが、冒頭でお話をしたように、えっと、安値と高値で500円以上動きました。え、安値が33,154円まで突っ込んでですね、まあ、今日も33,000、えっと、3万3千円割れですね。はい。33,000円割れを一瞬ね、こう、ひやっとあるんじゃないかと思わせたところから、またまた要線で切り返し、連日ね、 はい、えっと、安値から切り返すという動きで、今日は5日線の上を取ってきました。ですので、これね、朝方は昨日の先物も,も含めて、下落の 5MA クロスという状況でしたから、まあ、今日はね、これ、ショートかなと思ったんですけれども、まあ、終わってみれば結局、下落の 5MA クロスにはなっていないということなので、まあ、やはりね、今の相場はこう終わり値をしっかり見てからでないと、 特に、ね、こうないと少しこうニューヨークとか欧州に押されて弱くても、えっと、日本の、ね、こう相場が開くとものすごいね 売買代金でですね、こう、買われてくる、安く下がったところはですね、しっかりと押し目が入ってくる展開が続いています。なので、まあね、下落しそうかな、短期で売り入れるかなと思ったのもつかの間、全部今日否定してきています。ですから、まだ、えっと、短期も崩れていません。というところをね、しっかりと見ておく必要があると思います。そして先物も,も、えっと、まあ、ナイトに入って、さらに608年、これ高値が、 740円まであったんですね。なので、えー、と700円近辺でうろうろしていて、5日線の上を、まあ、しっかりとキープしていて、5日線がまた、えー、少し、ね、上向いています。ただこれ、昨日もご紹介したように、えー、ともう先物はですね、今日の足、今日というかまあ明日の足ですね、22日の足から、えー、とここからですね、バーバーバッと切り上がっていくんですね、終わり値が。で、3日で1300円ぐらい上がったゾーンに差し掛かりますから、 えっと、株価もそれに合わせて上がっていかないと今の水準は維持できない。ということで、まあ、ちょっと上がったぐらいではね、モメンタムはここ切り下がってくるんですよね。はい。ということで、全体的にはですね、上値をモメンタムが切り下げてくるという展開に、まあ、なりつつはあるので、まあ、ちょっとね、特にまあパウエルさんの議会証言のコメントというか、まあ、情報も出てくると思いますから、 そのあたりで、また少しニューヨークが売りに押されるような展開になると、モメンタムからはですね、やはりちょっと上値、ね、アップアップという見立てになるので、まあ、ここら辺はね、まだ明日の日中足も含めて、しっかりと見ておく必要があると。逆に言うと、今ね、売りで入るのも買いで入るのも非常に難しいところで、まあ、ちょっとね、パウエルさんでこう揺らされる可能性があるので、今日明日は慎重になった方がいいかもしれないですね。はい。で、こちら、アルンオシレーターもね、ショートでいよいよ入れるかいす。 もよなんて昨日お話ししてたんですが、えー、すいませんまあ私が謝ってもというかですねローソク足がシ、ね、あがねショートサイン転倒しませんでしたずっと天井圏でここで下落の 5MA クロスになればショートなんですが切り替えされましたので、まあ、もう少しね下落の 5MA クロスになるまでお預けという形になっていますそしてこちらも昨日に引き続き、えー、マックリボリンジャーですが ギリギリのところを昨日に引き続き1日足が進んだ22日の足になってもまだね、はい、じりっとこれ、えっと、下がってきてるんですね。はい、株価は横ばいからまた切り返してきてるんですけど、マックディー・ボリンジャーのドットで見ると、まあ、少し、あの、ワネをね、押さえてこう、 落ちてきているという状況で、今にもバンドの中に入ってきて、こう、一旦水色がついて、中期、えー、と上昇トレンドが、まあ、なくなってね、トレンドレスになりそうな形なんですけど、またこのナイト、5日線の上で踏ん張っているので、赤いままであれば、まだ中期も上昇だという、まあ、非常にね、瀬戸際なんですけれども、まだ中期も崩れていないということですね。この21日、十一時現在、十一時ロ2分現在ですけど、<laughs> はい。で、こちらは一目均衡表の現物です。え、ここはですね、今日メンバーシップの今日の一枚でもお話をしましたし、その後ちょっとね、はい、簡略化した形でツイートもしていました。えっと、転換戦が明日明後日し明後日とどうなるかというところで、転換戦はね、9日間の、えっと、上ね、 高値と安値の、まあ、2分の1平均ですね。足して2で割ったところを、こういう赤い線で引いていくんですが、今日グッと上がってきました。32,835円までグッと上がってきたんですが、えっと、今日ここなんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9ですよね。明日当然ここになります。あさってここです。ということで、えっと、今一番ね、9日間の安値が切り上がっていくと、ね、あのずっと ここ数日は高いところにいますから、明日、明後日、しあ後日と3日連続で、えっと、安値、ね、ザラ場の安値が切り上がっていきます。なので、 <laughs> まあ、あの上値はね、これ、直近の上値、9日間の上値は3万3772円ですからえ、ここを抜けなければ、つまりこの狭い範囲でうろうろしていくだけでも、転換線こうやって上がってきます、22日、明日が3万3026円、そして23日、金曜日には3万3205円に上がってきます、もちろん明日とかね、この3万3772円を超えてくると、高値の水準、切り上がりますから、安値と高値の平均、あの2で割った平均値も上がってきますよね。 なので、ここを超えても、これ以上に、転換線は上がってくることになります。ですから、見ていただいても、ですねこれ、転換線を割っても、3月からの上昇って、すぐに転換線の上に出てきて、上昇継続してるんですね。前回、6月8日も、これちょっと崩れてくるかなと思ったら、1日で転換線を奪還して、そこからまた強い上昇になって、今に至るんですが、転換線、ここから上がってきます、こんな感じでね、23日はここ、3万3205円ぐらいまで上がってきますから、 このまま横ばいだとです、ねえっと、まあ、転換線に、ね、近づくということになります、ただ今日先物はもう700円ぐらいまでいってるので、こうね、転換線が切り上がるのに合わせて、また株価が上がりつつありますから。 で、転換線割ってもね、今のところもう4回連続で、まあまあね、本当に数日ですぐに転換線の上を奪還してくる動きで崩れてないので、転換線割ったからすぐに下落になるほど今で地合は弱くないんですが、一つの目安としては、転換線を割ると、やはり、 えっと一旦、ね、あのトレンドがなくなってもしくは短期下落っていう押し目を見に行く展開が考えられるので今この、ね、急登フェーズに入ってきますからちょうど転換線が連日上がってきますその上を維持できるかどうかっていうのは、ね、しっかりと確認をしておくと、まあね、レジサポの一つとして大きく機能するんじゃないかなという気がしていますそしてここが今日ボイシーのプレミアムで、えっと、初公開させていただいたえチャートになります でこれボリンジャーバンドみたいな、ね、ちょっと特殊な、はいえー、とバンドになってますが、まあ、今日、ね、あの見ておきたいのはこういうい上昇相場で上値。 ね、私よ、よくボイシーとかこの動画でも、まあ、どこまで上がるのとか、どこまで下がるのっていうのは予想してもなかなか当たらないと、はい、なのでまあ、ね、下落の 5MA クロスになるまでは上についていくしかないという言い方をしているので、あくまでも参考値にしかなりませんが、今これ見ていただいても、ですね大体この緑の線、まあ、一部ね、オーバーシュートするときもありますが、え強い上昇のときも、このプラスのね、この緑の線のところまではって、 でもね、そのあたりで一旦横ばいか、ちょっと押し目になるっていう動きを連ずっとしてるんですね。で、これちょっとね、遡っても、えっと、似たようなバックテストをしてもね、似たような形になっているので、まあ一つ目安にはなるかもしれない。ただね、この目安として、今。 この緑の線が、えっと、どこにあるかというと、今日の時点で3万4516円なんですね。で、これちょっとずつ上がってきますよね。つまり、ここから株価が上がって、緑のところに到達するってなると、3万4750円とか、3万4850円ぐらいになってくる可能性が高いんですが、このチャートからは、今の強さを維持するのであれば、それぐらい行ってもね、おかしくはないという一つの目処にはなるかなというところですね。 してきてきるのでまた緑まで行くという可能性は、ねまあ私はそこまでないかなという気はしてますがここからまた強い上昇になった場合の一つの目処としては3万4500円から700円ぐらいまでと、はい、いうふうにこのチャートはね見えてくるのでそれぐらいはイメージしつつね、はい、3万4000円を超えてくるような展開になると、まあ、そういった イメージを持っておくこととも大事かなという気はしています、はい、そしてこちら為替ですねドル円が相変わらず好調というかプラス2シグマに沿って、まあ、今はちょっと横ばい傾向ですが昨日下がったんですが結局今日ねまた142円のな、えっと、17銭まで行って21時14分現在は141円88銭近辺ということで、まあ、142円を挟んだ小動きになってます。まあ、それが、ね、ちょうど今 うんとプラス2シグマが141円83銭ぐらいですよね。はい、ですからまあまあまあ、ここから少しずつ上がっていくとすると、まあ、ざっくり142円ぐらいにプラス2シグマがある状態ということなので、まあ、少しね、ここからこのあたりで、まあ、高値といっても、このプラス2シグマに沿ってもみ合うんじゃないかとは思ってますけれども。 さすがに、ね、ここから135円に向けてえさらに、ねえー、と円安が進むかというと、まあ、前回の円安の時とは状況が違うこれは以前の動画でもお話をした通りなので、まあ、そこまでは、ね、急速にまた円安が進むとは思わないんですがえただ、下値固硬いですねじりじりと、ね、プラス2シグマに沿ってじりっと下値切り上げているので、まあ、そうなるといずれ142円前半ぐらいで 値、ね、固めしそうな感じもあって、まあ、なかなか円安でね、はいえっと、日銀も政府もピリピリするようなゾーンで、えっと、ずっとね、えっと、一進一退をするんじゃないかなと、まあ、そうなると日経平均的にはやっぱり底堅い状況が継続すると、まあ、そんな気はしています。で、実際ね、アメリカの10年金利の方は、昨日下がった分、今日ちょっと戻してきています。まあ、そんんなに大きく戻ってません 0.、えっと がですかねちょっと戻しただ、けとただ25日線はやっぱりね、割ろうとすると、しっかりと上昇してくるので、なかなかね、この25日線の上で、金利がじりっと下値を切り上げている傾向は変わっていない、まあまあ、なんとか3.75%前後で動いているので、株価的にはまだね、そんなに心配しなくていい状況が続いていますが、じりっと下値を切り上げてきているというのは見ておくといいと思います。 ただそんな中、V レシオですね。はい、v b i x ÷ッ i x という、まあ、この指標が、まあ、ずっとね、6月に入って切り上がっています。それに伴って株価も上がってきています。まあ、ちょっと、連日ね、はい、今週に入ってニューヨークもちょっと上値がね、重くなって、連日ちょっと下げてるんですが、V レシオはですね、まあ、じりっと上がっていて、今日のプレも少し、ね、ほんのわずかですけれども、上がっているという状況で、 来まあねこれこのまんまの V レーションの形であれば今日まあニューヨーク場が開いても、まあ、そんなにね大きな崩れがないかなという気はしますがまあいかんせんねあのパウエルさんの議会証言の内容とかが伝わると、えっと、それがねタカ派発言だった場合は、まあ、こんなのがね急に。 はい。V レーションがストーンと下がって株価がキュッと下落してくると。で、V レーションが下がるということは、分母のビックスが上がるということですから、まあ、何らかのね、高波発言で、ビックスが上昇する流れになって株価が下がる。 という展開になりますから V レシオがねクッと下がってくると少し株価下落に身構えないといけないただ今のところね21日の21時現在では底堅い展開が続いているとまあ、こういう状況になっていますでニューヨークはまだねちょっとここ今週に入って少し上値が重くなってますがえ、問題はニューヨーク以外ですね日本はめっちゃ強いままなんですが はいえっと、昨日も、うん、と動画で取り上げた、これ、中国、上海総合指数なんですが、今日大きく下げました。まあ、大きく下げたといっても1.3%ですから、まあ、日経平均に当てはめると450円ぐらいかな。まあ、それなりに、はい、終わり値でね、500円近く下げたら、まあまあね、急落っていうふうな言葉を使いたくなるぐらいの下げではあるものの、ただね、はい、あの3日連続陰線で、うんと、ここを、ね、しっかりと、まあ、しっかりとというか、ダブルトップになって、 ネックライン、ザラバのね、安値の一番下のネックラインを、とうとう今日の下げで抜いてきたんですね。で、モメンタムも急速に下落してゼロラインを割ってきていて、まあね、売り圧力の方が強いマイナス圏に入ってきました。で、そんな中ですね、ダブルトップ一回否定したんですけど、また潜ってきています。ですから、またこのネックラインで、 抑えられれるる可能性が高くなってきてきいるといととうことでこで非常にですねやっぱり中国の方うは指数的には、ね、こう弱含んでいるとまだレンジをなんとか維持している形ではありますが重要なダブルトップを再度形成してしまったとっいうところもあって、まあ明日以降もですねちょっと上値が重いこの辺りね本当に200日が今ちょうどここ走ってるんですねはいですから200日をなんとか踏ん張ってるんですがこ,こ、まあ、もしあし割っていくような展開になると中国の 中国が少しね、下値を模索しに行くという形になって、まあ、なかなかね、はい、朝、まあ、10時、10時半ぐらいに中国の市場が開くと、日経平均も少しね、えー、と下がってくるみたいなことも予測できるので、まあ、少し中国のチャートの形が崩れているという点には注意が必要な、またフェーズに入ったかなという気がしています。そしてててて香港も今、ね、今ままでで強かっったんすすが、えー、今週に入って大ききく崩れてきています、まあ、ある程度、ね、半導体の,、まああの 急騰の揺り戻しもあるんですが、ここも、えっと、中国よりも1日早くね、200日を割りました、そして25日も割りました、25日は下落を継続しているので、これもね、上値をきれいに切り下げてきている形で、一旦戻したんですが、またね、ここの安値に向けて、まあ、少し下げの圧力強まってます、パーセは2%近く下げていますからね。 はいまあ、2%っていうと、日経平均では650円から670円ぐらい下がったようなもんですから、まあ、そう聞くとなかなか下げてますよね。はい、ということで、ちょっと香港も厳しくなってきているというところが気がかりです。 はい。で、えっと、ドイツのダックスですが、こちらも、ま、今週に入って、じりじりと下がっています。で、今日の21日の21時22分現在も、えっと、0.26%かな、下がってきていて、まあ、中国、香港ほどの下落ではないんですが、これね、25日戦の攻防で、かなりシビアなところに来ています。25日、前回も終わってすぐに戻しましたが、まあ、ここ終わってきてね、こちらもダブルトップの形になってますから、まあ、ネックラインここなんでね、まだだいぶ下ですが、うん、まあね、中国、 にに似た形にちょっっとなててきてますよね高根県で、まあ、少しダブルトップの形からもみ合ったところを抜けてくる展開になるとね今日25日戦の攻防で下に抜けると、まあ、少しねあのー、心配な形にはなってきているモメンタムもゼロラインより今上ですけど上に切り下げてスレスレですからまあねドイツも。 ちょっと崩れてきてきいるのが現状ですでイギリスのフィッツェも今日はほぼ同じかな、0.3%ぐらい下げてるんで、まあ、欧州もニューヨークも少し今週に入って、雲行きが怪しくなってきてる、そんな中、パウエルさんの議,長証言が議会証言があるということですね、はい、ここは非常に注目な今日はその動きになってくるんじゃないかなと思います。 はい。それではここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外材合算です。え、今日は海外材ね、コール34,000円を大量に買ってるところをですね、634枚、まあ、売り決済しました。今日ね、5番株価が上がっていく中で、まあ、プレミアムが少し回復してきたところで利格をしたのかなという感じの、まあ、なんかね、売り決済な。 形に見えますそれでもまだコール3万4000円、2438枚の買い越し換算になってますから、まあ、非常にね、まだここの買、うん、い持ちは多いという状況ですで。一方、プットはほとんどスカスカで、プラスマイナー何も出てないので、まあや、ややね、買い越しではあるものの、ほとんど枚数に変化はないということですね。なので、全体的なバランスで見ると、まだ二極化です。3万4000円よりも上のところ、き、ま、ょ、あ、う634枚、利格決済されてしまいましたが、それでも2438枚の コール3万4000円の買いがありますから、3万4000円よりも上、どこまで行ってもいいよというポジションと、それから3万3500円よりも下、ここはプット買いのコール売りがだだだとあるので、3万3500円よりも下はどこまで行ってもいいよということで、まあ、昨日は一旦ね、まあ、今日もそうですけど、3万3000円の100円台まで押して、ここがインザマネーになってね、この辺がこう、ねはい、アップを始めて。 いい感じになってたと思ったら一気に切り返して3万3700円まで来てますから今度はまたこっちがアップを開始してるんですよね。ということで、まあ、いずれにしても上に行く場合は3万4000円よりも上下に行く場合は3万3500円よりも下ということで、まあ、このあたりでうろうろされるのは今の海外勢のバランスとしてはあんまりよろしくないどっちかに触れてくれと、まあ、こういう、ね、バランスのままになっています。 はい次にゴールドマンですゴールドマンは今日はねコールうと3万4500のコールを100枚だけ買ってきてプットは触っていない。 またね、これ、えっと、1355枚の3万4000円のコール売りがあるということが月曜日、まあ、先週までの売り残として、ね、判明したんですが、で一旦3万3000円の100円台まで行ったので、まあ、この辺ね、見事な展開かなと思いきや、半日で切り返されて、まあ、今度はまたここがねあの、危険な香りになってきているということなので、まあ、今日う、3万4500に100枚の買いを入れてるんですが、まあ、このあたりの残高,が残高が見えてないので、何とも言えないんですが、まあ、ね、 なかなかね、ちょっとこう、後手後手というかですね、まあ、100枚入れたとて、何のね、この3万4000円の1300枚売りから見たら、まあ、ほとんどバランスね、関係ないんで、まあ、もうちょっと入れていくのかなと思いきや、そうでもないということで、まあ、なんとなくね、先月ぐらいから、ゴールドマンのこの見えている範囲のオプションの手口、なんかね、後手後手というか、うまいこと言ってないなという感じには見えますね。 はい、次にアムロです。アムロは今日コールは大きくね、売り決済を入れてきました。で、プットの方も32,625と32,750合わせて、えー、っと、380枚ぐらいですかね、売ってきたという感じなので、まあまあ、えっと、 コールもプットも売りを入れて上と下を蓋してきてるような感じではあるものの、えっと今日、まあね、あの582枚売ってきたのは3万4000円のコールですが、えー、アムロだったと、海外勢のね、ほとんど、えー、ここのコール売りは アムロだったと、アムロがいっぱい買ってるんでね、ちょっとここ利益確定をしてきたのとともに、34,500、ね、ゴールドマンここ100枚買ってましたが、アムロは403枚売ってきました。で、えっと、先週までの150枚売りと合わせて550枚の売り換算になってるという感じですね。なので、まあ、34,000円を超えてもですね、 3万4500円よりは超えないんじゃないかと、ただ、上の方のコール買いも、まあ、見えてる範囲はね、同じ枚数に近いぐらいあるので、まあ、上に行ったら行ったら別に一定の、えっと、損失で止まるんで、まあ、そんな、ね、別に大した話にはなりませんが、いずれにしても、えっと、下はプットを売って、で、3万3750よりも上のね、コールを買ってきているという部分もあって、まあ、下のこの辺はもうある程度決済して、 来ているでしょうから見えている範囲でいくとやはり上に行けば行くほどいい3万4500円ぐらいまでという状況ですから、まあ、なんとかねここ3万4000円を超えていってほしいという状況ではないかと思います。 はい、最後は先物です、今日は日経平均がプラスの0.56%、トピックスがプラスの0.49%だったんですが、先物は小動きでしたね、海外勢合算、えー、ラージプラスミニの日経平均型がわずか322枚の買い越し、一方でトピックスの先物も,も173枚とわずかな買い越しで、合算すると495枚との買い越しということで、まあまあね。 はいえっと各社売りと買いがぶつかった感じですかね月カーと先物ベースではう。 でまあ、少しポジションをね、全体的な先物ポジションを減らしてたんですが、まあ、今日はほとんど動きがね、海外勢としては出ませんでした、個別で見ても、まあ、ゴールドマンが今日は1619枚買ってるんですが、これまあ3日間でほぼチャラですよね、だからあんまり動きがないですし、あと UBS が1063、ここもまあ少し、えっと、買い戻しになってるのかな、でもまあ枚数そんな多くないですね。 ドイツが1925買ってきたんですが、ここも月推水で見ると500枚ぐらいの買い越しにしかなってないので、まあね、月か水で見ると今日、売り方も含めてあまり動きが出てないかなと、まあ、そんな中ね、全体的なバランスで見ると、えっと、ほとんどね、あの動いていないので、まあ先物で何か、 はい。大きく今日は指数が動いた感じではないかなと。まあまあ、あの、動いたとしてもね、行ってこいみたいな形で、ね、枚数的にもあまり変化が出ていない。引き続き、まあね、週の初めはちょっと先物売ってきたのが、まあ今日のところ止まったんで、また3万4000に向けてね、ちょっと上昇に向けた先物買いがあるのかどうか、まあ、えっと、木金ですね。はい。ここ注目だと思います。あの、パウエルさんのやっぱりね、議会証言によって、 多分ね、なんだかんだ短期にはちょっと降らされるとは思うんですよね。上行って下がるか、あの下がってから上がるかはわかりませんが、まあ、ちょっとそういう動きには注意が必要かなとは思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか 明日の投資天気予報ですが、引き続きね。曇りはえっと変わりません。まあ、ただチャートがね。昨日一旦崩れかけてたものが、今日の終わり値と先物を見る限りはあの復活してきているので、また少しね。雲の影から、えー、晴れ間と天気雨のような感じがね。連日ちょっとややこしい状況になってます。ただ繰り返しますがですね。このまあね、あの晴れとかあの雲に隠れた晴れとか傘マークはですね。パウエルさんによって全然変わってくるので、まあ、ここはあの注意。を 持ってまあ、なんならね今、ちょっと株価経平均も高値圏で、まあ、少しね3万4000円っていうところを目前にですね少し上値が重くなっているのも確かなので下値も硬いですけどねだからまあパウエルさんの発言が一服するまでは無理をねして、まあ、今日、明日とかの相場をねガチャガチャやらなくてもいいんじゃないかなという気が個人的にはしています。 はい。大きく動いた時はすぐに飛び乗れるようにね、ちょっと差し値注文を入れたりして、えっと、こうね、身構えておくのがいいんじゃないかなと思っております。はい。ということで今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録と、それからグッドボタンね、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね